タピオカブーム去って100店舗達成っていうの、これもやっぱりトピックじゃないですか。年商70億、70億って日本の店だけで70億って、これもすごいんじゃないですか。はい、今回もちょっと一人語りになりますけれども、話題としてはですね、ガッチリマンデーね、ガッチリマンデーの2月6日ここで、まあタイトルだけ見たら儲かる100店舗超えチェーンということですね。これはやっぱり見ないとってことですね。録画をしてみました。まあ果たしてどんなところが出てくるのかなと思ったら、結構意外なところも出てましたね。なんと一番最初に出てきたのが肉汁餃子ダンダダンですよ。コロナの中飲食で100店舗超えていくっていう、今110店舗になったらしいですね。コロナで飲食が苦戦しているという中、100店舗を超えていくっていう取り上げられ方だから、それはすごいなと思いますよね。だからこれはいいチョイスじゃないかなと思いますけど、コロナの中これだけ伸ばす理由っていうのは、昼も夜も取れてテイクアウトもできるからだと、そういう店だからですよね。ダンダダン酒場ということで夜がメインだったらこういうふうにはなんないんですよね。でも餃子だから昼夜で、別にあれ餃子を買える必要なんか何もないわけですよね。ご飯にも合うし、お酒にも合う、つまみにもなる餃子っていうところがメインで、そこが成功してるんだということでね、取り上げられてました。まあ僕もこの頃行く率は高くなってるんですけど、前はねちょっとね一人の席が見当たらないからちょっと入りづらいってところがあるんだけど、一人だとね申し訳ないかなと思うんだけど、接客がいいというか混んでない時はね、店員が入り口のところ立ってんだよね。でそうすると一人でいいですかって言って入りやすいっていうかね。この間もついつい飲みすぎますんで、まあまあな会見になるんで、僕みたいなのを入れた方がいいと思うんですけども、接客も非常にいいと思いますよね。前に立っててたら聞きやすいからね。あと元々が井関社長もお酒の店から始まってるんで、お酒を飲む人の心は掴んでるんですよね。餃子の王将とかとは全然違うんだよね。餃子の王将はやっぱりそれは定食屋ですよ。ダンダダンの方はやっぱお酒を飲む人の心を掴んでるんで、お酒の出し方、ホッピーとかの出し方もなかなかこう通好みなんですよ。餃子だけじゃないつまみっていうのもお酒を飲む人に嬉しい構成になってて、だから僕もついつい5000、6000、7000となってしまうというね店なんで、で昼もこれは餃子の定食中心とした定食で取れるっていうのはやっぱり非常にいい店で、コロナの中110店舗になるっていうのはすごい、年商55億って言ってましたね。次はですね、これは僕は知りませんでした。カーサカラーっていうですね、これはカラーリング専門のこの美容室ですね。カラーリング専門っていうのはあるんですよ、たくさんあります。でどこが新しいかっていうと、白髪染め専門っていうんです。白髪染めだけなんですよ。それも2480円からむちゃくちゃ安いんですよね。それは流行るよなっていう感じですね。なんで流行るかって言ったら、2408円、2500円ぐらいなんだけど、結局一人のお客さんにスタッフがついてる時間っていうのは15分、白髪染めを塗っている間しかスタッフいないんですよ。あとは全部セルフ、結局最後ブローとか自分でやるっていうですね。確かにそこをスタッフがやってたらそれは丁寧にやるし時間かかりますよね。ドライヤーとか自分で当ててくれっていうタイプなんだね。まあ笑っちゃうけど、でも安ければそれでやるよね。だって白髪染めって家でやると大変だからね。そのあっちこっちにこうついたりしてね、丁寧にブローしてもらってセットしてもらって3800円とかになるんだったら、いやもう別にこれいらないからドライヤーは自分でやります、自分で乾かしますということでいいよね。1000円カットねみたいな、そういう発想があるんじゃないですか。いらないところは取っ払うということで、まあこれは流行るよなと思いました。あと次がなんとゴンチャですよ。3番目がね、タピオカブーム去って100店舗達成っていうの、これもやっぱりトピックじゃないですか。年商70億、70億って日本の店だけで70億って、これもすごいんじゃないですか。今のメニューを紹介されてましたけど、メニューの中でタピオカなんてもう 5% もないみたいな、 3% ぐらいの面積しかなかったですよ。あとはみんな別なもの、要は原田さんが社長になった時にはもうタピオカブームってもう去るっていう感じではあったんで、去ることは間違いない、いつ去るかぐらいだったから、アジアのお茶の専門店なんだと、アジアのお茶の専門店っていう風にくくったらやっぱ結構いろいろあるんだよね。僕は番組見て思いましたけど、まあカフェって言ってコーヒー嫌いな人っているじゃないですか。コーヒーよりも紅茶の方がいいって人いますよね。僕はこう紅茶よりもコーヒーの方が好きですけど、まあコーヒーじゃなくて紅茶でいいっていう人で、紅茶だったらいろいろこだわりがあっていろいろ選べたら方がいい、まあその辺はやっぱりもうその元々のゴンチャの発想で、いろんなこのテイストをこう
トッピングできたりして結構単価も上げられて自分好みのティーにできて単価も上げられるということで人気だそうですよ。まあこれだけ増えてってるんだから、確か今の社長は元あのサブウェイ、日本サブウェイにおられた方が今ゴンチャの社長に就任されてると思うんですけど、まあまた伸ばしてるんですかね、うん、タピオカ部分が去って、まあ、さっぱり減ってないわけですから、これは見事なんじゃないかなと思いました。で最後はね、これはフランチャイズとは何も関係ないですけど、給湯器のね、あの正直屋さんっていうテレビ CM ね、僕はあのボルジク、うん、のテレビ CM だけ知ってましたけど、まあそれが出てて、これはもうなんで、伸びてるのかって言ったら、この会社ね2015年創業って新しいんだよね。でこれやっぱり目の付けどころが良くて、給湯器って要するに壊れた時にガス屋に連絡してガス屋が持ってくるっていうのが普通だから、そこに競争がなかったわけですよね。だからむちゃくちゃこの儲かってたはずなんですよ。マージンとかもガス屋にもあるんだろうし、価格がいい加減なわけですよ。そこに正直屋が入って、まあ、大量にその給湯器メーカーから仕入れてガス屋を通さないでこの自分たちでつけに行くっていう、まあ、だから安くなるのは当然と。だから確かに、あ、それで僕も CM の意味が分かりました。とにかく見積もりを取ってくれっていう、ね、そういう CM ですよね。給湯器が壊れた、これ困ってるからすぐに来てほしいじゃないですか。高いなとかバスになとかじゃなくてすぐに来てほしい、まあ、鍵の救急便みたいなもんですよ。あの CM ではとにかく見積もり取ってくれ、で見積もり取ってみたら半分だったりするわけですよ。そしたらこれは1日待っても正直屋に頼もうってなりますよね、うん、だからそこはあのいいところをついてるビジネスなんじゃないかなと思いました。まあ、あの今ちょっと余談で言いましたが、鍵の救急便っていうのもそういうところで儲かるんですよ、あのビジネスも、うん、その今困ってる人だから高くても出すみたいな、そういうことで儲けてるビジネスです。あれもフランチャイズがいくつかありますけどね、まあ、そう大きくはなってないけど、ということでちょっとガッチリマンデー2月の6日儲かる100店舗超えチェーンということでね、まあ、100店舗超えチェーンはこれからフランチャイズチャンネルが支援するフランチャイズでいくつも出てくと思うんで、ガッチリマンデーの2枠ぐらい取るぐらいになったらいいかなというふうに思います。じゃあ今回は以上です。